さあキックオフされました、J3 リーグの第29節福島ユナイテッド FC。 ただこのボールはカットされて松本光平、長谷川が縦に入れます。ワンタッチでうまくつないで、今度は右サイド内田が思い切って打っていきました。ここがゴールキーパー山本海斗のセーブです。一度中央に当てて、もう一度今度は右サイド、堂花から縦に入ります。高橋純也、クロスを送って延べのシュート。ただバックスタンド側の副審のフラッグが上がりました。オフサイドです。オーブから樋口、そして諸岡です。さあ松本から川崎、川崎ドリブルで運んで右サイドにボールを持っていきます。後藤です。後藤の右足のシュートでしたが、ポストに当たってゴールイン。鎌田割れ、讃岐先制です。最後はポストに当たってゴールイン。いいタイミングでシュート。中村ワンタッチで左サイド、川崎2対2の状況です。川崎ドリブルから左足のシュート、セカンドボール松本光平、シュート打てればというところですが、打ち切ることはできませんでした。さあここはいいスペースでボールを受けました長谷川です。クロス、これが福島の選手が触った3番の川西が触ったボールがゴール方向に行って、さあ橋本陸からスペースに流れたのは長野です。もう一度橋本、もう一度長野というところですが、このボールどちらに出るのか。長野に出て、長野右足振っていきましたが、枠を捉えることはできませんでした。最後は長野翔輝のシュートです。飛んで右足振っていきましたが、枠を捉えることはできませんでした。さあ長野が運んで、高橋が触って、そして橋本陸、セーターです。セーターかわして左足振っていきました。こぼれ球、いいシュートでしたけども、ゴールキーパー高橋拓也がセーブしています。主審の河原さんが時計を見て笛を吹きました。 J3 リーグの第29節。